Hi, it's me, Hak. 今日はこちら、ウィニッチさんが日本のテレビに出ているのを見つけたので、ちょっとその動画を見ていきたいと思います。じゃあ見ていこう。懐かしい。65カ国の J-POP チャートで1位を獲得している松原美樹さんの真夜中のドア。一体なぜ41年前に発売されたこの曲が今世界中で大ブームを巻き起こしているのでしょうか。その背景にあったのはある女性の存在でした。これか。なるほどね。いや、いいよね、ほんといい。この可愛らしい歌声の持ち主はインドネシアで人気の YouTuber レイニックさん。129万人ものチャンネル登録者を持つ彼女は、本当すごい。およそ4年前から日本の曲を綺麗な日本語で歌う動画を数多く投稿。そんな彼女が真夜中のドアを歌ったことで人気がさらに広がったといいます。ああ、なるほどね。そんなレイニッチさんにお話を。世界中に広がってた。素敵な歌声で日本の曲を歌ってらしたのでびっくりしました。maaf, saya tidak bisa bahasa Jepang. そう。そうだ、そうだね。音で撮ってるもんね。流暢な日本語で歌っていますが、彼女は全く日本語を話すことはできないのです。日本語の発音は歌を聴いて勉強しています。聴いては真似し、また聴いては真似して歌う、その繰り返しなんです。いや、すごいな。かっこいい。普段は日本のヒットソングを歌っているレイニッチさん。そんな彼女が一体なぜ41年前の曲「真夜中のドア」を歌うことにしたのでしょうか。確かに最近の曲多いもんね。この曲は聴くと温かい気持ちになり、すぐに好きになりました。70年代から80年代の曲は特別な良さがあると思っています。過ぎ去った時代に私たちを連れて行ってくれるような気がするんです。いい表現。過ぎ去った時代に連れてってくれる。志らくさん、素敵な VTR でしたね。あのインドネシアの女性は年末の紅白に出すべきだよね。いや、本当に日本で年末にめちゃくちゃ有名な音楽の番組があって、それが「紅白」って名前なんだけど、もうレニチさん出てほしい。俺ほぼほぼ「紅白」は見ないんだけど、レニチさんが出るなら見る。 Thank you for watching my video. Please do not forget to subscribe my channel. またね。